ミエセスさよなら勝ちに貢献。森下の代わりにミエセスあるで。順位上げろ。ミエセスノイジーで枠は2つ開く。阪神、ミエセスに軍で5000ぶり玉。引き続き練習をしっかりしていきたい。さよなら勝ちに貢献。阪神よ阪ミエセスが5試合ぶりの本塁打で劇的勝利に貢献した。ウエスタンリーグ広島戦に5番左翼で出場。3点を追う4回1に左腕森から左中間へのソロ本塁打を放った6月20日の同リーグソフトバンク戦以来の一発。8回にも左前田を放ちマルチ安打となった。練習でやっていたことが出たのは嬉しいよ。引き続き練習をしっかりしていきたいね。チームは9回に1点差を追いつき、最後は相手の失策でサヨナラ勝利を決めた。いくらホームラン打ったとはいえ DH なく ZOZO であのお笑い守備やったのにあげたらビビるわ。ミエセスは代打だと打たないし、あの守備じゃ守らせられないし、交流戦終わったらガチ使い道ない。